ここは江戸時代呉服商から現在の三井グループへと続く三井家発祥の地です。今回は松坂商人ゆかりの史跡について門清さんにご案内いただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。でまずご案内いたしますのは、三井家の発祥地として、市の文化財指定になっています、この場所にやってまいりました、で三井家といいますのは、松坂の本町にお棚を構えますけれども、もともとありました、場所といいますのは、向こう の銀行の場所から、ちょっと向こうの、金物店ありますよね、で、その村の方には産業振興センターがありますけれども、この一帯がすべて、三井家の屋敷跡であったわけです。この発祥地はね、いつも未公開なんですよ。でも今日は特別に鍵を開けていただきましたので、中をご案内したいと思います。楽しみです、松坂歴史探訪2回にわたって松坂商人が残した宝についてご紹介します。じゃあ参りましょう。すごいですか。すごいですね。この発祥地にはね、三井家の初代と二代目のお墓があるんです。で、それと三代目の高利のお兄さんたちの供養碑、で、高利がそれと産湯に使ったという井戸が、残されています。そうですか。じゃあ最初に、三井家の、初代と二代目のお墓の方をご紹介をしたいと思います。じゃあこちらの方行きましょうか。こちらが初代と2代目のお墓なんですね。右側が初代の三井越後の神高安という方のお墓です。で左側が2代目の高春と書くんですけども、2代目の高利のお墓なんです。ですからもともとこちらにあったわけじゃなく、三井家の菩提寺である雷光院さんの方にあったものです。でそれが戦後にこちらに移されております。初代の高安さんといいますのは、近江の国、今 の滋賀県なんですよね。滋賀県の大名で、佐々木独角氏という大名がいますけれども、佐々木独角氏の家臣であったといいます。で独角氏は、信長によって、滅ぼされます。そのために、高安は、近江から伊勢へ落ち延びてくるんです。そして、2代目の、高利が、やがて松坂に移り住んで、商売を始めたというんですけれども、3代目の高利が越後屋という屋号で商売を始めますよね、でそれは初代 のこの高安の名前が三井越後の神ですから、越後の神から取って越後屋なんです。でその後明治以降になりますと、三越という百貨店になりますけれども、でその三越も三井越後の神の頭の日を取って三越なんです。こちらにありますのはね、その3代目の高利、高利と書きますけれども、高利は三井家の創業の祖とされますけれども、その高利が生まれた地であるという、そういう検証するために建てられた碑であるわけです。だからここが三井家発祥の地として、残されているわけです。ですから今でも、この場所といいますのは、三井同族会の所有なんですよ。三井家が管理をしています。こちらに、ありますのが、その3代目の高利が産湯を使ったという、そういう井戸なんですよ。今も中に水は、多分ね、水が称えられてありますよ。そうですか。で石が井戸側の井戸があるでしょ、これ一枚岩をねくるにてるんですよ。すごい、すごいもんですよ。松坂市のおしろい町にやってきましたね。このおしろい町にはね、三井家の菩提寺の雷光院さんがあります。でこの雷光院さんといいますのは、港町の、長井家とか、門屋家の菩提寺でもあるわけですね。じゃあこれから中の方にお参りしましょうか。お願いします。
きいお寺ですね。非常にこうね、きれいに手入れされた立派なお寺ですよね。はい、まずね、はい、本堂の方にご案内したいと思うんですけれども、ちょっとご覧いただきますと、前の建物が我々がお参りする場所ですので、下陣と言います。で、奥の方の建物は御本尊が安置されていますので、内陣という国の重要文化財になってますね。じゃあ早速中を、はいはい、じゃあ参りましょう。はい、はい、すごい輝きですね。ね、立派な御本尊でしょう。はい、外から見ていますと、はい、違う別個の建物があったように見えたでしょう。はい、でも中に入るとね、それが一つの空間に見えるんですよ。ですから、この今我々がいるところが下陣で、で御本尊が安置されていますのは内陣になるわけですよね。まあ、こういう非常にこう、特殊な建物でもあるわけですよね。ちょっと右手をご覧いただきますと、はい、あちらの方に葵の御門がありますよね。はい、あそこには、紀州の徳川家のご位牌が安置されています。で、反対側の左手の方には、はい、三井家の大体のご位牌が収められております。そうですか。まさにその三井のお寺ということが言えると思います。続いては小月ゆかりの場所ですね。はい、江戸で一番の紙問屋なんですけれども、はい、現在は松坂商人の館として公開されています。はい、じゃあ中に入りましょうか。広いですね。ね、こういうふうにね、これ叩きというんですけど、土間がずっと奥まで続いています。ちょっとね、上をご覧ください。はい、立派な、すごいでしょ。ね、すごく立派な、ね、木でもって骨組みが作られてますよね。はい、で、大きく、使われ方がありましたね。はい、で、入って、右側、はい、こちらが主に生活の場なんです。はい、だからご主人と家族は主にこちら側で生活をします。ただし、はい、玄関を入ってすぐの部屋、店の間、奥店の間、勘定場とありますけど、あそこだけは商いの場所なんです。で、それともう一つこちら側の左手ですけども、はい、こちら側は例えば、商談をするとか、そういう応接間に使われたり、こちらは商いの場所なんです。まあ、そういう使い方が、されています。正面をご覧いただきますとね、大屋根の両側に、うだつという防火壁のような形のものが残っています。よくうだつが上がるというでしょう。まあ、あれはそのまあ、お金持ちの象徴のような言葉で使われますけども、もともとは防火壁なんです。それとかね、あとはお茶室なんかも中にありますよね。そうですか。はい、それと面白いのは部屋によって、多少こう畳の薄さが違うんですよ。向こうの部屋なんですけども、はい、それはある時期に、違う建物をよそからこう持ってくるんですよね。で、増築をしていく。だから、かたやその江戸間といって少し畳が大きいんです。で、もう一つの建物は、京間といいましてね、畳が一回り小さいんです。まあ、だから、まさにその違う建物をくっつけたんですよね。まあ、そういう部屋もあります。まあ、そんなところが面白いところでしょうね。ここは中町にあります岡寺さん慶勝寺ですね。はい、まあ、慶勝寺というのは岡寺さんで知られていますよね。うん、はい、よく初詣で知られたお寺です。ですね、やはりこちらでもやはり、松坂の豪商たちが、寄進をした、まあ、様々な文化財が残されております。で、今日はその中の一つの、香炉をご覧いただこうかなと思います。じゃあ参りましょう。はい、もともと香炉というのは本堂の前のところにあったんですけども、まあ、これがその指定文化財になったものですから、まあ、保存のためにこちらに移されております。で、これがその香炉なんです。市の指定文化財になっています。あ、
なんか何段にもいろいろなってるんですね。上がね、唐獅子です。で、真ん中には亀があります。で、足がこう3本ありますけどね、猫足なんです。でこれを、作りました作者とか、書いた文字を書いた、作者の名前が、こちら側に刻まれています、この岡寺さんの8世の、海遊というご住職の時に、作られております。でこの寄進者が、こちらに名前があるんですけども、小津長安とありますよね。あります、これがその本町の小津清左衛門、7代目清左衛門です。で早くして亡くなった娘の供養のためにこの香炉を寄進をされたんです。でもう一つこちらの方に観天寿書とありますよね。ここにありますね。これは中川清三郎という豪商なんですけれども、で豪商というよりも観天寿という豪の書家で知られた人物です。でそしてもう一つ、こちらにその芋の市の名前があるんです。この芋の市は、江戸の神田の長谷川富永というこういう芋の市がこの香炉を作っています。それぞれの銘がきちっと刻まれています。こちらの歴史を感じる建物、長谷川家ですよね。長谷川家は江戸の大手馬町一丁目で、木綿問屋を営まれた、そのご本家がこちらのお家です。じゃあ中に入りましょうか。失礼します。こちらは何年くらいの建物なんですか？母屋の中心部分が原のことを言いますから、300年余り経っています。で先ほどの小津邸のように一度にこういう建物があったうちに、明治大正まで増改築が何度かなされています。で現在のようなこういう形になっています。この子ね、母屋の奥にはね、土蔵が4棟あるんです。で土蔵の奥には、回遊式のお庭がありますので、そちらの方でご案内しましょうか。はい、お願いします。はい、はい、広くって綺麗なお庭ですね。広いでしょ。この土地はね、実は江戸時代には紀州藩の清州奉行があった場所なんです。で長谷川さんは、明治の9年頃にこの土地を買われて、回遊式のお庭を作られました。こちらにありますもんね。はい、こういう、お庭池を中心として、真ん中に中野島が作られています。であとは向こうの方にはお茶室がありますしね。でさらに、東屋ですね。で奥の方には月見台もあります。こちらの方にはね、長谷川家の、屋敷神のところのお稲荷さんが祀って見えます。で合わせてこの魚町一丁目の山神祀って見えるんですけども、そういうお社があります。こういう場所が松阪の中心部にあるっていうのは驚きですよね。そうですよね。まさにその中心部にあって、こう四季を感じるような空間があるというのは素晴らしいですよね。この通りはね、中町の職人町通りと言います。こちらの方にはね、聖光寺さんというお寺があるんですけれども、こちらは魚町 の、 長谷川家の菩提寺なんです。このお寺なんですけどね、でこちらの方には、ご本尊と脇地の2体がやる文化財の指定になっております。じゃあ拝観させていただきましょうか。今本堂の修理をされているものですから、ご本尊はこちらの方に別に安置をされましたので、こちらの方から拝観をさせていただいたと思います。すごいですね。はい、正面にお座りなのが阿弥陀如来で、両側に右側が観音菩薩で、左側が聖子菩薩さんになります。ご本尊のね、阿弥陀様はね、実は国の重要文化財なんです。ちょっと手の形をご覧いただきますと、こういう形をして見えますよね。でこれは来後院といいましてね、西方極楽浄土へ亡くなった方をお迎えに見えたというスタイルなんです。で向かって右側が、観音菩薩です。で左側が聖子菩薩なんですけれども、この脇地 の、 仏様たちは、市の有形文化財になります。で観音菩薩ご覧いただきますと、
手の中に、ハスなんですけども、蓮台という、ハスを持ってみる。でそこへ亡くなった方の魂を乗せればいいですよね。で、聖司様の方は、ハスの花を持ってみるんですか、ね、はい、そういうスタイルです。で両脇上横から見られますとね、膝まずいてちょっと腰を浮かべてみるという、キサ像というんですけども、はい、ちょっとそういう変わったスタイルをしてみる、これが三蔵に沿って阿弥陀三蔵と言います。これは長谷川家が送られたと、はい、実は今本堂修理されていますけれども、はい、明治33年に火事で焼けてしまったんです。でその後、再建されるんですけども、でその火事で、ご本尊すべて焼けたもんですから、はい、長谷川家が、京都の方から、購入をされて、菩提寺の聖子寺さんに、寄進をされたという、そういう仏様です。この三尊はね、作られた時期といいますと鎌倉時代の早い時期なの、初期なんですよ。ですか。ですから、約800年余り、経っていますね。相当古い。そうですね。ことですね。はい。私たちが住んでいる松阪には、はい、豪商たちが残してくれたたくさんの宝があるんですね。はい、今回ご紹介しましたのはほんの数例ですけれども、まだまだたくさんあるんですよ。では次回は、はい、次回は櫛田川の左岸の伊沢地区をご紹介したいと思います。楽しみです。はい。